今日はどうもお忙しい中を割いていただいてありがとうございます。こちらこそありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします、はい、素敵な作品の前で、はい、ありがとうございます。まあ、皆さんにも同じような質問をさせていただいてますけれども、はい、じゃあズバリいきます、はい、写真そのものにいつ頃から興味を持たれたんですか？もともとは写真を始める前は料理をやってたんですよ。料理人、はい、料理人だったんです。でその時に、本当ですか？それは和食か、イタリアンです。まあ、でそこからいきなりなんかびっくりさせるよ、まあ、ご存知の方も多いと思うんですけど、はい、その時に趣味でダイビングやってて、ダイビングを潜る、そしたらそのよく潜ってる時にカメラマンの人と潜ることがあって、潜ったら世界中タダで行けるのかなとか思って、あ写真やったらタダで世界中行けるとかもかなとか思って軽い気持ちで始めたんですけど、まあじゃあ本当にそれはもうおいくつぐらいの？それが27とかかな。ああ、割と、まあ、遅めの方って言っちゃ失礼ですけど、そうですね、もう本当に料理をずっとやってて、うん、もう料理長だったぐらいなんですけど、そこからその時にはなんか展開です。で、まあその料理をやってた経験もまあ生きてるとは思うんですけどね。そのなんかテーマ的になんか料理って、はい、死体を食べてるじゃないですか基本って食事って。まあそうですね。なんか そういう死体を食べてるっていう感覚を、そのある寿司のすごいなんかちょっと私の上司の人に、すごい高いお寿司屋さんに連れてってもらった時に、なんかそこの板前の人にね、それを教わって、なんかその感覚、その死を食べてるっていう感覚が、その方がやっぱりこう死をいただくっていう、そうその寿司屋のね、師匠がね、師匠っていうか寿司屋のね、意外な発言ですね。何回かそこのところに通わせていただいて、まあその私の上司がそこの寿司屋さんを勧めてくれたんですけど、でそこからのテーマ性に多分つながってるとは思うんですけど、じゃあ常にこう生死と死のこうテーマを、はい、つまりこういうことを聞くのはあれなんですけれども、そのやっぱ髪の毛っていうのは、その髪の毛 その概念っていうのはどういうふうに考えますか？あの髪の毛って DNA は入ってるじゃないですか、はい、あのこれで DNA 関係だけど痛覚がない、そうですね、痛覚がないのに DNA が入ってるって、うん、なんか自分のものなのに他人事みたいな、なんかそういうのの象徴だったり、たくさんあるとすごい気持ち悪かったですよ。女性のロングヘアとか美しさの象徴だったり、なんかその表裏がすごいあって、曲線美っていうか、なんかそこの表裏を表現するのにいい題材というか、あるんだなと思って。いやすごいですね。ということは、まあ、写真をお撮りになって、それをまあ現像して、さらにこう加工される、はい、まあ、こちらの作品もそうかと思うんですけれども、うん、そういうのもやっぱりいいですね。ただこう写真を出す、まあ、作品として出すんじゃなくて、それをこうさらにこう加工することによって、やっぱりこう何かこう別世界。そうですね。なんかこう、これは水面の作品なんですけど、水面で撮影してる、まあ、なんかその水面の揺らぎとかそういうのも後のマチュールで、でも絵画のマチュールって絵を描いた時のマチュールじゃないですか、はいはい、じゃなくてそれとは全く無関係なマチュールがここにはできて、まあ、確かにそうですね、できてて、それがちょっと面白いなと、なんか表現としてこの作品には合ってるんじゃないかなと思って。いやもうまさにまあおっしゃる通りですけれども、怖い面もあれば、まあ怖くないっていうか、そうですね、なんかそこは面白いと思うんですけど、なんか怖いんだけど美しいみたいな、うん、美しいんですよ、やっぱりこう、美っていうのがあるんですね、なんかそれってこの作品のテーマ性にもすごい通じてて、これムーンっていうタイトルをつけてるんですけど、夜ってなんか本当本来哺乳類じゃないですか、人間って哺乳類にとっては捕食されるかもしれない時間じゃないですか、そうですね、他の動物に、だから本当は怖い時間なんだけど、怖い時間なんだけど人間一生懸命夜を昼間に変えるじゃないですか、でも本当はその時間って大切な時間なんじゃないかなって思ったりとかして、それをこう生命が生まれる時間でもあって、だけど怖い時間でもあって、そうなんですよね、その表裏が何かこう蘇生されていくような、うん、眠りについて起きた時はまあ生き返るみたいな、やっぱりそういうのも
感じるんですけれどもね。でやっぱりこう、まあ、今までそのこう髪の毛とかお肉体とかだとやっぱりまあ水っていう、はい、そうですね、のが多分すごい大きいとは思うんですけれども、なんかこちらにもなんかこうやっぱこうな波の、まあ、な波かどうか私は分からないです。海で撮ってます。あ、じゃあ実際にこう海で撮って、はい、そのまあ北斎じゃないんですけれども、そのこうやっぱり、うん、そういうなんか一滴一滴をちょっとこう強調したりとか、うん、いやすごいですね。で実は私はこの絵を見て、なんかこれは本当に独断と偏見で恐縮ですけど、なんかクリームと感じるんですよね。それすげえ嬉しいんですけど、クリームと割と影響を受けた人の一人。え、本当ですか？それも聞きたかったんですけど、うん、やっぱこう影響を受けた人とか、うん、このなんていうんですかね、この、まあ、頭部っていうか、なんかこう口の形っていうか、この波っていうか、本当になんかこうクリームとって、うん、なんかどこかこうひょっとしてこう影響し、それだいぶ影響を受けてますね。クリームトは大好きなんで、クリームト店とかあったらもう絶対行くし、あの結構パリとか行っても、クリームトのルーブル美術館に何点かあるんですか、あれも見に行くし、いやーすごいな。なんかクリームトのダナエって作品があって、はい、 あ、 ね、あれとかのなんかあの構図、はい、構図とかは相当私は、うん、あのクリムトとか影響を受けてるかもしれない。でもクリムト自身も実は、うん、あのね、浮世絵とかで、あ、もちろんです。それからもジャパニズムのだからなんか一周回ってきてるんだと思って、もう本当に里帰りっていうか、うん、なんかこう、こっちが影響を受けて向こう、うん、行って帰ってきて何回もしてるような、なんかやっぱりクリムトとか、まあ、ミュシャですね、うん、そうそうね、みんなやっぱり日本の浮世絵を見て勉強して、うん、パクって、そうそう、だけど、ね、それをさらにまたもう一回パクって、でもそれだからそれがすごくアートのキャッチボールっていうか、循環っていうか、うん、まあ、なんていうんですかね、すごく自然な動きかというふうに思うんですけれどもね、うんうん、だからこうやっぱり日本人の方はよくこうクリムトとかミュシャはすごいすごいって言ってるんですけれども、うん、なんですごいかっていうのは、うん、やっぱり日本のアートがあって彼らはすごくなっていくわけですから、うんうんうん、きっと基礎的なところが自分の中にあって、うん、それを見て、それのアップデートを見た時に、うん、なんかもうなんかハーフみたいなもんですよね、うん、クリムトとかなんかミュシャとか、すごいすごいですね。いや本当に、でなんかその、まあ、根本的な質問で恐縮ですけれども、はい、その写真をですからこう勉強しようとか、なんかどこで、はい、勉強されたんですか？最初はそのもう本当に何も知らなかったんで、はい、あのダイビングやってた時は潜るんですっていう、映るんですの、こうありますね、なんパッケージ、あのプロテクトされたやつ、あれしか使ったことなくて、でそこから写真を始めようと思ったんで、最初はもうフィルム、あ、フィルムですね、フィルムですね、でもてか潜るんですっていう、潜るんですってでそこ、まあ、潜るんですはちょっともう厳しいなと、まあ写真をやるなと厳しかった、あれもあれで、まあ、表現がいろいろできると思うんですけど、うん、ね、なんですけど、まあ、そこから写真学校にとりあえず行って、うん、写真まずカメラを買うところから始めたっていう、そんな感じで、全然そもそも写真が好きで写真始めたわけじゃなくて、ダイビングをやりたくて写真を始めたから、そんなに写真に深くなんか愛情があるわけではなく、まあ表現の手段の一つとしてカメラを使ってるって感じなんで、だからそんなにこうこれじゃなきゃ嫌だとかあまりなくて、なんかプリントも別に銀影にこだわってるわけではなく、うん、デジタルと むしろ絵画的な表現とくっつけてる感じにしますか、うん、いや本当にこう絵画、最初そのさっきあの作品がこう、はい、設置される時に、はい、あれ写真でも絵画ってやっぱりこう一瞬分からなくて、うんうん、まあ技法はまあ何でもいいと思うんですけど、うんうん、表現は一番、うん、大事かと思うんですけれども、やっぱり素晴らしいと思いまして、うん、私もともとはそういう絵画とかの方が好きだったりとかしたものがあって、うん、これとか、うん、あの漆喰を塗ってその上から UV インクをやってるんですね、はい、でどっちかというとフレスコ画とかの方が近いと思って、その上にさらにガラスを貼ったみたいな、すごいデジタルでやってるフレスコ画みたいな、そのこう ガラスってどうやって、あのこれはまあ技術的なことを伺いますけれども、はい、最初に、まあ、
フレスコ画みたいなやつをまず土台で作って、うん、その上から、ドライアイスをドライアイスで一回凍らすんですよ。もう作品あの作品をその上にガラスを、はい、薄いガラスを乗せて、乗せてアイロンでこう温度差で、アイロンでそれでこうパリパリって、そう温度差で割るんです。そうするとどうしても叩いて割ると打撲点が見える。あ、打撲点が見えちゃうんですよね。それが嫌なんですよ。どこから割ったかわからないような感じにしたがって、しかも自分の意思がなるべく少なくしたかったんで、こう、まあ、ガラスカッターみたいなのを切ればできるんですけど、はい、そうじゃなくてなるべくこう自然に割れた。これはすごいですね。もう本当に計算されてるんですよ。計算したのとその計算ではできない、うん、まあできない何かこう偶然偶然を必然というか、うん、いかに計算できないものをたくさん取り込むかが私の中ではすごく大きなテーマになってて、なんか頭で考えたものだけを作るんだったら CG とかの方が多分はるかにいいと思うんですよ。じゃないものを使うっていうのはやっぱりそこに計算じゃないものをどれだけ入れられるかだと思ってるんで、写真を撮るときに何かこう意識されたりとか、なんかそういうのがあるんですか、なんか意図があって。あ、そうですね、最初もちゃん、私の作品のもういろんなシリーズがあるんですけど、大きなテーマがコントロールで、うん、コントロール、コントロール、うん、人が人をコントロールしたりとか、うん、人が自然をコントロールしたりとか、なんかそういうののところに何か争いがあったりとか、うん、支配が生まれたりとか、なんかあると思っていて、はい、あと自然破壊とかもね、全部そうだと思う、はい、なんか人間、うん、友達同士の関係もそうだし、なんかコントロールされるのと、うん、するのと、あ、なるほど。そのでもコントロールされっぱなしだったらそれってやられるっぱなしじゃないですか、うん、まあそうですね。自然に対しても別に自然に対し自然破壊って言ってるけど、自然のやられっぱなしだったら、うん、まあそうですね、もう死んじゃうじゃないですか。確かにそうです。だからその狭間が一番、まあ、人間関係もそうだし、うん、何でもそうかなって思うんですよね。そこをなんか表現したいかなって、うん、すごいすごいですね。でやっぱりこう影響、先ほどその、まあ、クリムトとかが出てきましたけれども、うん、他にもその、まあ、お好きなアーティストっていうか、まあ、写真家でもいいんですし、ああ誰でも映画監督でもいいんですし、うん、もうやっぱそういうのを例えばこう見て何かこうあのインスピレーションを、うん、まあ、もらうっていうか、なんかあのインスピレーションされたりするとか。割とね、やっぱ私小学生の時とかアニメが好きだったんで、ああ割とアニメにだいぶ影響されてる部分もあったとか、アニメの世界ですね、はい、宮崎駿さんの風の谷のナウシカとか、あ、大好き大好き、ああいうのとか、なんかあのそのテーマ性みたいなのは割と、あ、なるほど。じゃあ目をつむってこう被災市場の音楽が流れてるあとあれですかね、ガンダムとかね。あ、ガンダムですね。なんか多分構図とかはガンダム結構影響受けてるかもしれない。すごいな。でもやっぱりこう宮崎駿さんからこうガンダム、そうそうそうやっぱりすごいこう幅広い世界かと思うんですけれども、うんうん、いやすごいな。いや、アニメっていうのもちょっと意外、ね、だからアニメから来てる、だからなんかちょっと絵画っぽい、うん、構図とか。私は逆だと思ったんですけどね。あ、そうなんですか。うん、やっぱりこうアニメ作る人はやっぱりこういう作品を見てこう、うん、いやーすごいなー、わー。でもあの失礼ですか、この例えばこうまた髪の毛の話に戻るんですけれども、はい、それはもともと例えばこう被写体をこう撮るときにやっぱりその髪の毛みたいなものをこう、うん、あのこうかけるんですか、それとも後で加湿、ね、加湿ですか。いや違います、その撮影現場でこうやって乗っけてます、うん、あ、なるほど。だからこの、うん、被写体はこの姿勢のまま3時間とか4時間とかずっといないといけないんです。まあそうです。あ、じゃあで髪の毛ですか。あのまあ本人の髪の毛じゃなくて、あ、もちろんその、ウィッグとか、あ、ウィッグとかエクステとかいっぱい持ってきて、あ、なるほど。あ、でもそういうものですよね。をひたすらこう、だから忍耐ですね、モデルさんは。いやーすごい、まあ忍耐でなければずっとこのまま、しかもなんかこう痒い、痒かったりとか、何時間もこのまま。まあ。人毛ですか。いや、これがね、なかなかすいません、こういうこと聞いちゃってなんか的にあれなんですけど、人毛で全部できればいいんですけど、人毛で全部やっちゃうと実は水中に入ってる毛って黒い髪の毛だと全然見えないんで、うん、
あの色が沈むから。そう、でも面白い、全然知らなかったです。だから色がどうしても暗くなっちゃうんで、中に入っている髪の毛はちょっと明るく染めたやつ、明るく染めてやつを中に沈めたりとか、ちょっとテクニック的には上の方は黒い髪の毛。じゃあやっぱ技術はいろいろ、そう、何回もやってるうちにこれ全然見えないなとか思って。すごいですね、普段知らないですよね。そうですよね、無駄知識。いやいやいや、とんでもないです。それはすごくやっぱり皆さんでも知りたい人が多いと思うんで、でも私なんかこう歌舞伎とかまあ研究したりして、そのカツラはやっぱりこう人毛の方がいいってみんな言ってるんですけれども、なかなか今ね人毛っていうのは、まあ難しいっていうのもあるんですけれども、いやこう共通点があるのかなと思って、いやすごい ですから、こう相当やっぱりこう一つの作品を作るのにこうかなりの時間が要されるっていうか。そうですね、もうそもそも撮影したって、うん、レタッチしただけでは終わらないんで、まあ、プリントして、加工してって時間考えるとめちゃくちゃ時間かかる。そうですよね。あとですね、だからこう機材へのこだわりってあるんですか？機材はですね、こだわりはめちゃくちゃあるんですけど、めちゃくちゃあるんだけど、別にそれじゃなきゃダメっていう、別にカメラが好きなわけじゃないから、まあ、でも最高画質がいいとかいろいろあって、あ、じゃあやっぱりデジタル。そうですね、デジタルですね。アナログはほぼほぼもう使ってないですね。ああ、なるほど。例えばこうアナログのこう大判とかなんかそういうボックスカメラとかそういうのは。ただ私水中の作品があ、そうですよね、あるんで、水中フェーズ1っていう多分今売ってる中では一番最高画質のカメラをに今そう使ってますね。でもこのとまあ、こっちはフェーズ使ってる、まあ、こっちはフェーズはあんまり使ってない。ああ、そうなんですね。壊れちゃうからとか、まあ、壊れたらもう大変。これはもうめちゃめちゃ水をガシャってこう、まあ、壊れたらなんかこういっぱい売らないといけないですけど、ね、そう、あとこっちはねどうしてもねズームレンズがいいんですよね。ものすごい動くんで。あ、確かに。いやでもすごいですね、動きはやっぱりこう今こう動きがこう止まってるように思ってもですね、やっぱりすごくこうなんていうんですかね、こう動きを感じる作品でもあるんで、まあ、撮影もどれもそうなんですけれどもね、激しいんですけどね、だいぶこれがこのシリーズが多分一番撮影的にはなんか水中の方が過去、大変そうに見えるけど、まあセットは大掛かりで水中の方が大変なん、セットを作るのは大変なんだけど、撮影自体はこっちの方がなんかえらい大変ですけどな。いやでもそのやっぱり水の力っていうのはすごい出てきて、もうしょうがないっていうか、すごいこうそれはすごいこう強い、だから近くにいるとここにこうかかってくるような気がして、やっぱすごい力がこうその力をこう宿らせてる作品かなというふうに。またこのガラスをやったことによって、それが多分ガラスとはその漆喰のマティウールで余計、でも結局こう何ですかね、こうガラスっていうのもなんかこう固まってるように見えるんですけど、実はすごいこう動い、まあ、粒子が動いてるというふうに言われてますけれども、だからそういうのがこうだからこう何ですかね、こうガラスをこう破ってまでこうその水滴がこうこっちにかかってくるような、あとちょっとガラス、例えばこれがアクリルだったらそんなに危険な感じがしないけど、ガラスって響きだけでも、ガラスだからガラスっていうのはやっぱりこうね、響きがまたいいかなと。あとここじゃちょっと分かりにくいんですけど、窓際とかに置くとここに窓外の風景がガラスだから映ったりとかして、それがこうそれがまたシンクロして面白い。そうですね、でまたあとこうなんていうんですかね、こう、まあ、ライトっていうかこうその、なんか夕日がこう沈む時の角度によってやっぱりこう全体こう表面が変わってくるのも面白いですし、あとまあ皆さんにそれ質問するんですけれども、ご自分にとっていい写真っていうのはどんな写真ですか？いやこれ難しい話、いい写真、単純にいい写真は多分撮った人がいいと思えばいいんじゃないですかね。で私が表現したいこととしては、その先ほど言ったコンやっぱ自分の伝えたいことが伝わってるか伝わってないかで言ったらきっと、まあ、伝わる方がもちろんいいんだけど、でもそれが全てじゃないような気もして、伝わればそれでいいのかって気もするし、伝わんないきゃ意味がないし、なんかその狭間っていうか、前にですねヤン・シュワンクマイルさんに聞いたら、
まあ僕は別にその映画を人のために撮ってないよって、それは本当にお客さんの前で言ってるんですね、うんうん、だからそれは私は表現したいのを撮ってるだけで、たまたまアニメーションは手段にすぎない、うん、別にアニメーションだから使ってるわけじゃない、うん、やっぱこう物を触りたいっていうようなことを言ってましたんで、やっぱりすごく、まあ、共通してらっしゃるんじゃないかなと思って、うん、なんか私もそれすごい思って、なんか人のために私も別に作ってるわけじゃないから、うん、なんか自分がいいと思うものを作って、たまたまそれが誰かがいいって言ってくれたらラッキーっていうか、うん、それはもうそういう感じ、うん、感覚の方が強くてだと思うんですね。だからやっぱりこう作品っていうのはやっぱこう十人十色なので、うん、好きな人もいれば、うん、まあ好きじゃない人もいるし、うん、まあそれはしょうがないんですけれども、うん、なんかこう人に、まあ、こういうことあの言うとあれなんですけど、こう人にやっぱり気に入られるがためになんかものを作るってなったら、もうそれはもう終わりだと思いますし、うん、ディズニーじゃないですし、うん、もうあごめん言っちゃったでもね、あんまりこびてもねしょうがないし、ね、まあそれはもちろんもちろん、うん、もちろんそうですけれどもね。いや、あと何か何かこう作品を作る上で、うん、その難しいこととかあるんですか？あれですね、私は割と大掛かりなのが多いので、うん、ああ、その撮影した、うん、する時のなんかスタッフとかね、ああ、のこのチームワークとかも大事だったり、うん、あと、まあ、出てくれる方のキャストのね、うん、ああ方のとのなんかちゃんと安全性とか、ああ割と危険なことしてるんで、ええ、これもそうだし、まあ、なるほど、そのやっぱ水中もそうだし、だからなんか安全面とかもちゃんとしないといけないし、なるほど、じゃあやっぱりそこはこう一気、はい、ちょっとまだ溺れて死んじゃったら困るし、まあなるほど、もう怪我してもおかしくない状況だし、これがもう全然そのやっぱボンベとかもなしで、そうそうですやってるし、なんで水中から出てくるんだよみたい なんかまだ潜れって言ったのにみたいな、そういうことになる、うん、素敵な笑顔ですけれども、実はもう厳しそうな方ですけど、割と S ですね潜らなきゃいけないし、みんなし、なるほどね、こう足でこうやってこうなんかもう まあ、そがこれとかそうですね、本当ですか、足でこうやって押さえてるんですか、そう誰こまさかと思ったんですけど、危ないですね、本当ですか。いや、実は私これ割 と, ちょっと俯瞰目で撮ってたりするんで、脚立に乗ってたりもするんですよ、うん、あ、なるほど、脚立が倒れたりもするんですね、じゃあそこの人にでもだからアシスタント脚立こう押さえたりとか、で脚立にか被写体がぶつかると怪我しちゃうから、むしろ足で押さえてあげた方が怪我しないかなとか、なんか僕はもともと素朴な考えで、そうそう本当に実際にそれがまさかと思ったんですけど、あ、すごいですね、で脚立にぶつかってみんな怪我しちゃったりとかしても困るしとか、なんか安全面が超大変です、ね、でそれは実際にこう海で撮ってるんですか、それとももうプールとかなんかどっかでスタジオで、これは海です、あ、海ですね、こっちは海で、こっちはスタジオにプール、スタジオプールを作ってというか、まあ、はい、あの水張って、はい、あ、浅いプールなんで、あ、浅いプールで、はあ、で水になんかこう、まあ、平然なことをお伺いしますけれども、うん、その水になんかこう色をつけたりとか、まあ、あのもうそのままの水で、あ、そうですね、ただ水底、うん、その水槽は全部真っ黒にして、あ、やっぱり真っ黒にされるんですね、その水中のシリーズもプールの中は全部真っ黒にして、ああ、ということはもともと別にその加工によるものではなくて、もう、うん、そうですね、そうそう、いや、面白い世界ですね、白黒に後で限りなく近くして、うん、あ、すごくなんか見ても、まあ、さっきその静中の動っていうか、そのこう、うん、し静けさの中にこう動きを感じたりするんですけど、うん、同時になんかこう深海っていうんですかね、うん、こう深い海ってこう深海の何かなんかこう沈んでいくで、結局こう 無っていうのも感じるんですよね、うん、こう終わりがないわけですから。まあ、ごめんなさい、独断と偏見のことばっかり言っちゃって、ね、多分そこはすごいこう吸い込まれそう。私ダイビングやってる時に好きだったのは、そこが見えない、うん、何も見えないところがすごい好きで、そこの中に光の線だけが見えてるっていう状況が結構好きで、ボートからボッパーンって飛び遅れて、あ、そうなんですね、なんかそういう、こう落ちていくっていうか、落ちていくか、沈んでいくですね、うん、
で下見ると光の線だけがこう見えてる感じとか、下10メートルか20メートルから下から上を見た感じとか。それはボンベつけて素潜り。あ、素潜りでもやりますし、タンクつけてもやるんですけど。玉三郎さんみたいですね。そう、玉三郎さんもすごいです。ダイビングやるんですよね。何十メートルですよ、素潜り。なんか私それでなんかなんだっけ。美しい。なんかの付録に DVD に出てた。 ある、僕もある。あれ、あの録画してドキュメンタリーあるんですよね。そうそうそう、あの屈強な男性たちとなんかこう、あのどっかあの泳ぎに行かれて、あれ何だったの、美しい、あれ何、これは一体何だろうって最初見た時思った。それは玉三郎様ですよ。ですね。なんか先月実はたまたま玉三郎さんの、あの9月に歌舞伎座で玉三郎さん の、 あの四ツ谷怪談を実はたまたまなんか大岩様を見て、それで重なっちゃったんですよね。どういうわけか、まさかなんかこう素潜りの話になってまた玉三郎さんが出てくるとは。だから全部やっぱこうつな、もうなんていうんですかね、こういうまあアートっていうか芸術っていうか、やっぱこうつながってるわけですから、うん、やっぱいろんなものの影響を受けてゼロから生み出すものなんてないじゃないですか。あ、いろんなものの影響の中に自分のアウトプットが多分、うん、まあ、必ずあって、あ、なんか過去の私はなんかキースリローリングストーンのキース・リチャーズも自分は過去の英雄のものをリメイクしてるだけだって言ってたし、あ、言ってましたね。それとまあ近い感覚は、うん、いや素晴らしいですね。じゃあ音楽も結構、あ、なんかでも、うん、そんなにたくさんは見ないですけど、聞かないですけど、もともとミュージックビデオが好きだったんですよ。あ、なるほど、うん、高校生の時バンドやってて、はあ、ミュージックビデオが好きで、はあ、そのミュージックビデオみたいな写真だったら撮っていいなって思ったんですよ。あ、そうなんですね。おー、それこから始まってる。あ、じゃあちょっともしかしたら、あ、で高校生時代はまだ写真は全然、もう全然全くというか、もう写真学校行ってからですね、むしろ。あ、じゃあ写真学校はいか、あの一応行って、その後、まあ、技術とかまあ覚えたり、あと、アシスタントについて、ああなるほど、まあ、そこで技術は学んでって感じです。すごいな。技術か感性か どっちが大事ですか。え、こう技術なのか、技術ってテクニック、あ、テクニックですね。あとは、うん、あの感性ってこう感じる、その感性ですね。ごめんなさい、時々なんか変な日本語しか出ないので。感性ね。でも私は感性って、うん、感性にしても技術にしても磨かないと光らないと思うんですよ。ああ、そうだね。だからどっちも訓練が必要なものだから、うんうんうん、結局のところをすごいリンクしていて、うん、技術感性があっても技術がなかったら表現できないじゃないですか。まあそうですね。でも技術だけだったら、あの何を表モノマネっていうか、ただのか、うん、あれじゃないですか、あのこうただのなんていうの、工場の人っていうか、はい、なんか機械とか、やっぱりこう変わらない、なんですか、職人さんというか、そうなんで、だからそこの融合だと思うんですよね。うん、あ、なるほどね。例えば、うん、音楽だったら、うん、ものすごくいい曲があっても、うん、すっごい演奏下手だったら、まあ、聞けないじゃないですか。でも演奏すっごいいい演奏超上手くても、うん、曲がいけてなかったらやっぱりあんまり、まあ、あんまりいい印象はないですし、それとも同じだと思うんですよね。あ、まあ、両方リンクして、まあ、総合得点だと思うんで。あ、なるほど、うん、両方ないとダメなんじゃないかなと私は思います。いや、本当に面白いですね。いや、で今度のその展覧会ですか、はい、なんかこうコンセプトって、先ほどそのコントロールっておっしゃったんですけれども、はい、ずっとやっぱりそれをこう、そうですね、まあその主なコンセプトは変わらず、あ、で次の展覧会では多分、まあ、ここにあるやつとブレスってあのスイッチのやつも一緒に出そうかなと思います。はい、素敵ですね。あの長い間ありがとうございます。はい、こちらこそありがとうございました。ぜひ展覧会も見に来てください。あの必ずあの、はい、参らせていただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。本当にありがとうございます。